来場の皆様、海の方をご覧ください。ただいまから津波による海上漂流者の救助救出訓練を行います。この訓練は津波が到達して岸壁から流された要救助者を海と空の部隊が救出します。上空をご覧ください。横浜市消防局航空隊のヘリコプター、通称浜千鳥、海上保安庁羽田空港空基地のヘリコプター、通称犬橋、そして神奈川県警察のヘリコプター、通称大山が上空を旋回し、情報収集活動を行うとともに、浜千鳥からはヘリテレビを活用し、災害現場の映像をリアルタイムで消防司令室などへ伝送しています。会場では津波により家屋ごと流された要救助者が助けを求めており、船舶による救助活動が開始されます。救助活動を行うのは横浜水上警察署の警備船湘南と海上保安庁横浜海上保安部の巡視艇やまゆりです。やまゆりと連携し救助活動に当たっているのは横浜海上保安部巡視船伊豆の潜水士です。潜水士は転覆、沈没した船に取り残された方や海上で行方不明になった方の救助や潜水捜索などを主な任務としています。横浜水上警察署船舶班と連携して救助活動に当たっている部隊は神奈川県警察第一機動隊のスクーバ隊です。スクーバ隊は海、湖、河川での水難事故発生時に出動し救出・救助に当たるほか、水中での凶器、被害品の捜索を行います。横浜水上警察署湘南と横浜海上保安部やまゆりにより無事に要救助者が救出され、医療機関などへ搬送されていきます。上空ヘリコプターからの捜索活動の結果、漂流家屋周囲に要救助者を発見したとの情報を受け、横浜市消防局水上消防救助部隊の小型艇が現場に向かい救助活動を行います。この小型艇が所属する水上消防救助部隊は寄港する大型クルーズ船の増加やコンテナ船の大型化が進む中、国際競争力の強化と安全・安心な港づくりに取り組む横浜港の港湾消防力を強化するため、平成31年4月に発隊しました。これにより水難救助隊の潜水員と消防艇の乗組員が一体となった活動が可能となり、横浜港地域などにおける災害への即時対応力の強化が図られています。横浜市消防局水上消防救助部隊の小型艇により要救助者が救出され、医療機関に搬送されていきます。上空をご覧ください。神奈川県警察航空隊のヘリコプター大山が要救助者の救出を行うため現場海域に到着しました。大山はヘリコプターの特性を生かした空中停止や
低速飛行により広範囲にわたり現場の調査を行うなど警察活動の支援を行うとともに年間を通じて山岳救助、水難救助に対応しています。無事に要救助者が救出され、医療機関へ搬送されていきます。続きまして、横浜市消防局のヘリコプター、ハマチドリが出動してきました。横浜市消防局航空消防隊は、保有する2機のヘリコプターにより、その機能及び機動性を生かして、情報収集、映像伝送、救助、消火、広報、救急患者の搬送などの消防活動を行っています。また横浜市内で発生するさまざまな災害などへの対応とともに県内外への応援出場も実施しています。ヘリコプターによる救出が開始されました。今回はヘリコプターのホイストを活用し救助活動が行われます。ホイストによる救出は、ヘリコプターが着陸できない山岳地域や水難救助活動などの際に、ヘリコプターを空中停止させ、機体に装備しているホイスト装置を使用して、救助員や救助用担架を降下させ、要救助者を救出する救助方法です。横浜市消防局航空消防隊により要救助者が無事に救出されました。続きまして出場してきたヘリコプターは海上保安庁羽田航空基地の犬鷲です。羽田航空基地にはヘリコプターだけではなくジェット飛行機とプロペラ飛行機も所属しています。犬鷲は海上保安庁で最大のヘリコプターです。活動現場は主に海上や沿岸部です。海難救助のほか、各種パトロールや取り締まりなども行っています。また近年では、海上だけでなく、内陸で発生した大規模災害にも出動しています。この機内には、映画海猿などでおなじみの特殊救難隊が登場し、救助活動に当たります。ただいま、特殊救難隊員がヘリコプターから降りてきました。特殊救難隊は、第三管区海上保安本部に所属する救助専門部隊で、船舶火災や海上での毒物、劇物の流出、転覆船の捜索救助など、高度で専門的な知識、技術を必要とする特殊海難に対応する部隊です。
ただいま海上では特殊救難隊員によって負傷者は無事に確保され海から救助されていきます。海上におけるすべての要救助者が救出されました。